にちは、パラレルサルジャーヒーローズのタツです。終わった、サードシーズン終わった。そしていよいよ始まりますフォースシーズンでございます。フォースシーズン何をやるかということなんですけど、それは小物の不思議を考察していくをやりたいと思います。かつてないワクワクの種をですね、これでもかというぐらい詰め込んでいきたいと思います。これで行き当たりばったりのリアルドキュメントですね。なので、まあ、ダメダメ回になるか、グダグダになっちゃう、それとも何か起こって神回になるか、それはまあね、やってみないと分からない。ゆったりまったりぼーっと見てられるような番組にしたい。理想は水曜どうでしょうの都市伝説版みたいな、こうゆったりまったりわちゃわちゃみたいなのを理想としております。それをやっていきたいなと。フォースシーズンでリアル&バラエティな大冒険、不思議探求考察団ズーね、不思議探求考察団ズーということで、それがフォースシーズンということでね、やっていきたいと思います。さて、この不思議探偵考察団なんですけども、そう、団なんですよね。団ってことは今回ね、僕一人じゃないんですよ。なんと実は今シリーズには仲間がおります。それはこの方なんです。どうぞ。ワクワク、ネコタトコです。ネコタッチ、おお、ネコちゃんです。なんと今回ですね、ネコちゃんがね、はい、仲間でやっていただくので、まずはですね、ネコちゃん早速なんですけども、うん、これさえやれば、うん、ご飯が100杯食べれるっていうのを踏まえつつの自己紹介、はいはい、お願いします。どうぞ。はーい、食べること、刀、盾、いろいろ楽しいことが大好きです。座右の銘は可能性は無限大、ご飯100杯、なんだろう、いっぱいあるんですけど、カップ麺、カップ麺があればご飯100杯食べられます。ヒーローズ一の食いしん坊、猫タタタです。猫タッチ、猫タッチ、炭水化物、炭水化物。いや、なんか乗せたらね、やっぱ一番するかなって。ああ、分かる分かる分かる。いろいろあるけど。ちなみに何のカップ麺？塩。一番味薄いやつ。大変とかね。そうそうそう。まあ、そんなわけで、はい、今回は、まあ、ね、僕と猫ちゃんの、この2人でですね、今回は、はい、そんなわけで、ね、早速ね、不思議な現象しましたけども、はい、実はもう一人おります、ね、仲間もおります。それはこの方です。どうぞ。はい、こんにちは、シュンです。頑張るぞ。まあ、いつもお世話になってるボンドさん、ボンドさんのね、ちょっとお店を借りて、このボンドからスタートしていきたいと思います。じゃあ今来たこのシュン君、知らない方もいるかと思いますので、じゃあシュン君、これさえやればご飯100杯食えるというのを踏まえて自己紹介お願いします。どうぞ。興味があれば何でもやります。ゲーム、筋トレ、車にバイク、何でもやります。ご飯は焼肉があれば無限ですね。ああ、お願いします。ちなみにですね、めちゃくちゃ寒いんで震えてます。ちなみに僕の、ご飯100杯食べれるというのはですね、なんだろうな、カップ麺。カップ麺、イントネーション絶対おかしい。そうそう、イントネーションカップ麺、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 なんか言わた、僕がね、カップ麺、カップ麺、カップ麺、なんかおかしいですよ。なんかおかしい。なんでこの2人かっていうと、まあ、ヒーローズというチームがあるんですけども、そこの中でね、まあ、都市伝説に興味があるとか、に興味があって暇ということでね、暇ではない、暇ではない、まあ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 、この2人とね、特にお送りしていきます。で、猫ちゃんには考察のサポートをしてもらいます。はい、で、シュン君には、まあ、ボディーガードを、ね、やっていただきたいなと思っております。で、さらにもう1人、おなんと、まあ、今日はいないんですけど、なんだよ、ゲスト枠、ゲスト枠を作ってゲストを入れて、で4人でやっていこうかなと。一旦今日はね、ちょっと初回なんで、はいはいはい、まあ、3人でやりますけども、はいはいはい、それにもう1人
入れてやっていきたいなと。いや楽しいですね。それはいいですね。と思います。コロナもあるので、はい、まあ、群馬県内からやっていきたいなと。で、群馬県内でとりあえずスタートして、まあ、あとはですね、チャンネル登録者数のこの増え具合に応じて、じゃあ北関東、関東、ね、で中部、関西、日本、で最終的には世界へね、すごい美味しいものが。そう、ね、これは面白い。面白い。それはやばい。そうですね。いきたいなと思っております、はい。そんなわけで始めていくんですけど、今日どうしようかなっていう、こともあるんですけども、まあ一旦はベースに行きますか。ああ、ベース、はい、よくここベースでもいいんだけどね。まあ、確かに思い出もある。ただここは営業を始めましたので、まあ、ここからね、まあ、今からちょっとベースに行きたいと思います。ちなみにこのちょっと洋服のコンセプトは何ですか？あのね、探検隊、はい、不思議探検だって聞いたから、うん、探検隊、不思議、あれですよね、藤岡弘的なあれですか？どうしてもこの、ね、足元に目線がね、あーちょっと行ってしまうんですけどね、モザイク関係が、嘘でしょ。起きやすいように顔のあれが練習会何だったの？あ、今日は米兵をイメージ、米兵イメージだとテレンスリー的な傭兵的なイメージですね。探検に対するイメージがあるね。でとりあえず山に行ったり、はいはい、いろんなね、汚れるようなところに行ったりするので、うん、大丈夫、そういうので、ね、うん、ふざけんなったら、お前ら着替えろ、じゃあ着替えてもらってから、じゃあ出発していきたいと思いますので、はい、じゃあね、いつも のこのウェアに着替えていただいて、行きたいと思いますが、OK、毎回この服だよ、服は。この青いやつ。この青いやつで、行きたいと思います。だって上がってちゃんと来てください。そんなこんなで脱席投資説フォースシーズンリアル&バラエティ大冒険不思議探求考察団図始まります。レッツパフォあと3分でもいけたね。いや、あとじゃあ2時間半歩き続けますか。あとはもうあれだな、何か都市伝説を捏造してくれ。捏造してくれ。あれあれん、なんか落ちてた今、ほらこれどういうこと。捏造が始まってる。捏造が始まどこ、うん、ある。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの正面になる、何あれ、正面の奥左側、何だろう、よいしょ、すごい正面もついてるよ、超絶でかいよこれ。でかいっす。下行って座れて、下行ってアブダクションされて。というわけで、この地区における UFO の目撃多数は
これでした。くだらねえ。マジくだらねえ。でもおしゃれ。まあおしゃれ。おしゃれな建造物ということで。ね。解決でいいですか。はい。じゃあプチスプラッシュ。プチスプラッシュです。せーの、スプラッシュ。こんなゆるくていいじゃないですか。よっと。皆さんはじめまして。ナレーション進行は私ココミが担当いたします。一生懸命頑張りますので、どうか温かい気持ちでよろしくお願いいたします。さて、ここは県庁として日本一の高さを誇る群馬県庁。スカイツリーイーストタワーとほぼ同じ高さです。ここの32階に熱源というコワーキングスペースがあります。コワーキングスペースというのは、起業家が集まってフリーに交流をする場所。群馬県内が一望できるこの場所にズーのベースがあります。それではちょこっと彼らの様子を覗いてみましょう。よっと。視聴者さんから寄せられた情報は全て彼らの目に留まります。そして彼らは常に考察を繰り広げています。つまりごめんくださいっていうのは、謝罪してくださいっていうのが発展した感じでいいんですかね。ごめんなさいって言ってくださいって言ってるってこと？でも今だとごめんくださいって言って家に入っていく人がごめんくださいって言って入っていくよね。逆か。そもそものごめんっていう意味を調べてみようかな。ごめんは許す意味の免、免許の免に尊敬の接頭語恩語語みたいながついた言葉で、鎌倉時代から見られることは、本来は許す人を敬う言い方として用いられたが、室町前期には許しを求める言い方で、相手の寛容を望んだり、自分の無礼を詫びる表現になっていった。つまり、最初はごめんあれ、ごめん候へ、などの形で使われていたが、ごめんくだされや、その省略のごめんが多く用いられるようになった。ごめんなさいのなさいは、動詞なさるの命令形で、ごめんなすってのなすってと同じ用法。挨拶で用いるごめんくださいは、許しを乞うごめんさせてくださいの意味が挨拶として使われるようになったもの。それと、それはごめんだなどの拒絶、断りは比較的新しい用法で江戸時代から見られる。つまり辞書にはごめんさせてくださいって意味みたいな感じかな。それを踏まえてどう考える？先に謝っちゃうってことですかね。ごめんね、これからお邪魔させていただきますねってこと？ちょっと貸して。ごめんね、先に食べちゃうみたいな。辞書が正しいとはいえ、なんか引っかかるね。っていうと？辞書によると何だっけ？この、ごめんさせてくださいっていうのが、ごめんくださいの挨拶に変わっていったっていうんだけど、うん、そもそもなんでごめんって思ってたかっていうのがちょっと気になる。すごい気になるかな。どういうことですか？例えば、おはようございます。こんにちは。こんばんは。これらの言葉には挨拶の意味がある。だけど、他の人の家に行くときに、普通に、こんにちはって言ったらよくないですか？そのね、挨拶として。だけど、なんでそこに、こんにちはって言えばいいのに、ごめんっていう気持ちが発生しているのが、なんか変だなと思って気になった。ああ、確かに。仲が良かったら、こんにちはって言えばよくて、ごめんって気持ちは必要ないかも。つまり、ごめんなさいは自然発生しない。
あ、そう、ごめんなさいが生まれるためにはなぜごめんと思ったのかを考える必要がある。でも、まあ、その検討はね、大体ついてるけどね。そうなんですか。あくまでも俺のロジックだけど、うん、昔の市長はよくお隣さん同士で物の貸し借りをやっていた、融通を利かしてた。例えば日用品とか台所用品とかから始まって、まあ、醤油とか塩とかそういう食材にまで、まあ、融通を利かせていたと。で、そんな中で一番貸し借りをやっていたものは何か。それはお米。お米、うん、すいません、お米ください、え、米ください、ごめん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 ください。まあでもほら1位あるかもね。ぶっちゃけほら、ごめんくださいの語源がお米くださいっていうのがなんかほらしっくりくる。まあ確かに。でしょ、年貢の取り立てとかで役人が各家庭にお米くださいって取り立てがあったとして、それが発展してお米くださいってなったとしても、まあない人は言い切れない。なんか米くださいっていう方がピンときません。じゃあそれで親切ロジック、ごめんくださいのお米くださいだった。はい、スプラッシュ、スプラッシュ、日本語に直訳すると噴水。彼らは結論にたどり着いた時、目の前の霧が晴れてすっきりが溢れ出たことを共感したい時にこれを使います。使い方としては乾杯と同じかな。さあ、これからどんなスプラッシュが彼らを待ち望んでいるのか、ワクワクとドキドキの大冒険の種はいつだってすぐそばにあるんです。楽しみ。あ、なんか届いてる。お、今日の依頼が来てそうですね。おおおお、これは群馬県、赤城山ですね。おお、話してた。テーマ、本日のテーマ、お化け坂。お、お化け坂、お化け坂、名前付けたやつ。お化け坂は上りの坂なんだけど、ボールが上に上がっていくという不思議な現象が起きる坂なので、お化け坂と呼ばれている。ああ、ああ、上に転がっていくってこと。ボールが上に転がっていくらしい。だから平面じゃなくて、平面でボールが転がっていくじゃなくて、上りに対してボールが上っていく、逆走するってことね。気にはなる。そんな現象起こるんだ。気にはなる。面白そう。行ったことないですからね。行ってみる。行ってみますか。とりあえず行動しますか。ほうほう、現地に行きますか。いやいや、今日はじゃあそっち。今日はじゃあおけ。はい、はい、はい、よし、はい、じゃあ来て。よし、本日のテーマはバケッタか。じゃあ、よし、スプラッシュパウェイ。不思議ファイル001、お化け坂、群馬県赤城山。ボールが重力に逆らって登っていく。不思議探究団ズー、彼らの冒険はまだまだ続きます。皆様の温かい応援、高評価、チャンネル登録をお待ちしております。この後も引き続きワクワクな大冒険をお楽しみください。はい、お疲れ様です。到着、到着、到着、ここがお化け坂か。はい、はいはい、用意だ。はいはい、スイッチ、アイモットダッシュダッシュ、はい、ダッシュダッシュ。ああ、気持ち悪い。
ハハハハ。